皆さんこんにちは。はい、今回紹介するこちらのコーナーでは11月の9日にオープンしましたカニプロジェクトについて紹介をしているコーナーです。はい、カニプロジェクトではズワイガニというカニの飼育に挑戦しています。はい、皆さんご存知のあのズワイガニ、お店で売っていたり食べたりすることがあるかと思いますが、結構大きなサイズですよね。あのサイズになるまで自然界では生まれてから10年ぐらいかかると言われているんです。はい、そこでこのカニプロジェクトでは赤ちゃんのカニを大きな大人のカニまで育てることを目標としています。こちらのコーナーではその様子を少しですが紹介しています。主に普段はですね、映像を使って漁の様子ですとかカニが大きくなる様子の紹介を行っていますが、1日2回本物の水槽の中にいる赤ちゃんもご覧いただくことができます。その時にですね、普段しているお世話とか餌なんかも紹介していきます。では本日はですね、特別に水族館の裏側で飼っているズワイガニの赤ちゃんを紹介していきたいと思います。これは普段ご覧いただくことができないエリアですね。では行きましょう。あのカニに比べればまだ全然ちっちゃいですよね。普段のお世話の様子をご覧いただこうと思います。中見ていただくと、これ餌の残りですね。昨日の餌の残りがいっぱい散らばっています。ズワイガニ結構食欲が旺盛なので、余るぐらいの量、たくさんの餌をあげています。ただしそのまま置いとくとその餌が悪くなっちゃうので、古い餌を吸って新しい餌をあげるという作業をしていきます。はい、持ってきましたのがホースです。細いコースですね。これを使って中の餌を吸い出します。では行きます。はい、見えますか？今中のお水が出てきてますね。はい、この状態で、はい、こんな風にして、掃除機みたいな感じですよね。の残り、あとはこの子たちももちろんうんちとかもしますので、うんちと汚い部分を全部捨てていきます。これはだいたい今1日1回ぐらいやってますね。たくさん餌あげとくのはいいんですけど、古くなった餌は食べないんですね。新しい餌はバクバク食べても古くなった餌食べないとかいうのもあるので、なるべく残ってるものは全て吸います。残ってることによって雑菌が湧いたりとかして病気になる可能性もなくはないので、やっぱ手間かかるんですね。結構手間かかりますね。1個の容器にいっぱいで飼えたらその方が楽なんですけど、この子たち割と共食いをする種類で、いっぱいで飼ってると食べられちゃうことがあるんです。なので今は数があまり多くないのでね、こうやって1個に1匹ずつで飼っています。では次は餌をあげていきます。今回あげるのこれです。見えますかね？これアミエビって言って、なんか釣りとかされる方だと、ね、ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、今主にこのアミエビをあげています。他にも、釣りの餌のオキアミとか、あとはこの辺ホタルイカが取れるんでホタルイカの足とかも
あげたりすることがありますね。いろんな種類の餌をあげて、あの栄養が偏らないようには一応してます。で、どうやってあげていくかっていうと、これ網を一回ちょっと洗って、きれいにしたやつを割り箸でこうつまんでいって、一匹ずつあげていきます。ぜひ、ズワイガニ、1日2回ですけれども、実際見ていただけます。この